ルカティのエネア・バスティアニーニは、2025年に元 GP のシートを失う可能性が出ているが、自身にスピードはあると考えていることから、奇妙な感覚、だと語っている。ルカティは今年でフランチェスコ・バニャイアとバスティアニーニの2人の契約が満了となっていたが、バニャイアはすでに2年契約を延長。バスティアニーニのシートに来年誰が座ることになるのかは、 注目のポイントとなっている。現在26歳のバスティアニーニも当然残留を狙っているものの、昨年ランキング2位となり2024年シーズンもチャンピオン争いをリードしているホルヘ・マルティン、プラマック、ヤマルク・マルケス、グレシーニ、という存在がさらに注目されており、バスティアニーニの残留の可能性は低いと見られている。 ナオズカティはイタリア GP までにはファクトリーチームのライダーを決定する意向を見せている。シート喪失の可能性があることがどんな影響を与えているのか。バスティアニーニはその点について聞かれると、スピードはあるから奇妙な感じだ、と答え、さらに次のように続けた。でも時には幸運が必要だったり、いろいろと組み合わせが必要だったりする。 そして今のところ、僕にはそういうことは起きていない。そこは僕も穏やかじゃない。ドゥカティは僕のポテンシャルを確認していて、僕に何ができるかも理解していると思う。だけどドゥカティはホルヘが今、どんなことをできているのかもわかっている。彼は、フランス GP でも、勝ったし、本当に速いライダーだ。ドカティの決断もとても難しいものだっていうのは、 僕もわかっているよバスティアニーニは2023年シーズン前半に怪我で長く欠場してしまったことで、勝利は終盤戦のマレーシア GP まで待たなくてはならなかった。ただ2024年シーズンは序盤から調子を取り戻しており、これまで勝利こそないが、決勝でトップ5フィニッシュを下回ったことはない。 先日行われたフランス GP でバスティアニーニはコーナーをカットしたことによるロングラップペナルティを受けつつも4位でフィニッシュしている。バスティアニーニ曰くスペイン GP 後のヘレステストで大きな進歩があり、2024年型マシンからよりスピードを引き出すことができたものの、フランス GP ではミスによってそれを損なってしまったという。 ヘレスではいくつか新しいソリューションを試したんだけど、そのうちの一つが僕にとってすごく良かったんだその時から、僕はもっと速くなった。新品のタイヤでも、中古タイヤでもねそれで今週末、フランス GP 向けて自信があったんだ。速さは実際あった。でもレースウィークを通じてミスをたくさんしてしまった。進歩を示す結果は何もない。 4位が2回だった。